瀬川実ノルは日本の実業家、野村証券元社長、会長、奈良県出身。正規商業を経て、1929年に大阪高等商業学校、大阪商科大学高等商業部を卒業し、野村証券へ入社して、早くから営業担当者として当格を表した。戦後は、1946年に取締役、 1948年に常務取締役、1952年に専務取締役となり、さらに1956年に副社長、1959年に社長となった。1959年に社長就任した後、1965年には調査部を独立させて野村総合研究所を設立した。右翼の政書。 小玉よしおに莫大な資金を送り込んでいたことでも知られる。1968年からは会長を務め、1978年に取締役相談役に退いた後も、1986年12月には最高顧問となった。その他、社外では日本証券業協会連合会会長を務める。かたわら、瀬川学術振興基金を設立し、その有事を 大阪市に寄付し、大阪市立大学証券研究センターをバックアップさせた。その他には、大和ハウス工業監査役、毎日放送取締役も務めた。1991年9月10日死去、去年85、子は、次男次女、長男の瀬川秀さんは、元柏総合社長。1938年発足の野村証券株式係の初代主任。 当時の野村証券は、株式ではなく債券が、主力商品だったため、非主流の社員とされ、戦後に野村財閥が解体されて、公職追放が行われた際に咎められることなく、社内に残る。同じ株式係発足時の課長代理が、財閥解体、公職追放後の最初の社長になる、奥村綱夫だったため、奥村が社長になった時に常務に引き上げられる。 常務就任当時42歳。1947年から1948年にかけて戦争により壊滅的な打撃を受けていた九州、中国、関東の配電会社が資金調達のため増資を決定した際、金のない時代のため額面割を起こしていたこの増資の引き受けを取締役,役営業部長だった瀬川が社長代理の奥村に向かって提言。 奥村も、瀬川の提言を受け入れ、会社を挙げたバックアップ体制を作った。大手証券会社が引き受けに二の足を踏む中、瀬川が関東配電会社の主幹事を名乗り出て、業界の注目を浴びる。このため、当時、業界トップの山市証券社長、小池幸之介から、山市が売り向かっても買い切れるのかという脅し文句を投げられるが、瀬川はひるまず、 堂々と受けた立つ、胸の言葉を返すとともに、後に営業の鬼と恐れ得られる彼の公案を唸らせ、結果的に他社の売り残しまで引き取って売り切ってしまう。この結果、続く関西配電でも、同様に最大の割当てを受け、これも見事売り切ったことで、野村証券を、あっという間に引き受け主位の座につけた。また、この配電会社の株をリテールに向けて販売した、ことにより、 他の業界上位の証券会社とは異なる、企業同士の古いしがらみに縛られない足腰の強さと営業基盤を獲得している。これが野村証券が業界トップとして現在まで君臨する足がかりとなる。瀬川は GHQ が統治していた頃、GHQ にいたアダムスという男はサンフランシスコ取引所の業者だったそうだ。 日本の取引所をサンフランシスコ取引所のセンスで作り直されては困る。東京証券取引所はニューヨークやロンドンより大きくならなくてはならん。あらゆる商売ができる可能性を持たなくてはならんのだよ。と当時、証券業界の長老たちも恐れていた GHQ を批判し、長老たちを牽制した。また、瀬川は当時の大蔵省や各種放棄により守られながら、 金融業界を牛耳る銀行を敵対視し,し、証券業界主位になるだけでなく、銀行を超えることも目指した。1962年に、前年までの株高が崩壊して、株の値が下がり続ける中、彼の二代後に社長になる田淵節也を呼んで、株式総括部の発足を指示し、その部長に田淵を任命。損になってもいいと伝えて、 野村証券が保有する株式のすべてを売却させた。この決断により、その後に訪れるケネディ大暴落の中、野村証券は無事生き延びることができた。証券業界の首脳会議で、日光証券の港守厚氏の常務から壊れて、日光証券の社長になった経済同友会の論客が、その日の朝のダウを確認する瀬川に向かい、 日々の株価に囚われていることを非難した際、ダウは経済の体温だ。そんなセンスもなく証券界にいるのかと港を一括したという逸話も残る。ありがとうございます。